はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、ちょっと GT40 が完成したんで、次の制作依頼にちょっと着手していこうと思うんですけれども、今回やっていくキットがこちらになります。で、こっちだけ見ても分かんないんですけど、スタジオ27のトランスキットを組み込んでいきます。で、何のキットかというとこちら NSR500、WGP1994 年の、56号車ですね、ノリックが、登場してた車両になります。このトランスキットを組んでいきます。はい、で、これは、もうベースになるキットが何っていうのが指定されてるんですけれども、組み込んでいくキットっていうのがこちらになります。タミヤの、ナストロアズーロ、ホンダ NSR500、こちらのキットをベースに、こちらを組んでいくっていう形になります。で、まあ、ちなみに言うと、この車両、こっちのベースにする方は2000年の車両なんですよね。で、改造する先は1994年の車両になるので、古い仕様に改造していくっていう形になります。はい、なので、まあ、ちょっとこの当時の、ね、バイクのレースのことは、ね、僕そんなに詳しくないので、調べながらやっていくっていう形にはなるんですけれども、早速開封して作業の方やっていきましょう。はい、そしたらこちら開封していきましょう。中が開封しててちょっと一部のパーツを袋開けてるんですけど、まあ開けるとですね、まあこう説明書が入ってます。まあガレッキのね、説明書らしくね、こんな1枚のピラピラの紙が1枚入ってるだけになってます。で、まあデカールの指示と、パーツリストですね、パーツリストで、あと、まあ、説明なんですけど、説明ざっと目を通して、気づいたのは、このキット、このキットを使ってってことで、このキットがね、もう絶版キットで、もう全然手に入んないんですよ。で、まあ、散々探し回って、やっと見つけたんですが、このキットから使うのは、前後のホイールとチェーンで、エンジンのクランクケース以上って感じです。はい、それ以外のパーツ、まあハンドルも使わないか、なんで、ほぼそれぐらいしか使わないっていう感じで、ほとんどもうこっちのトランスキットのパーツに、頼るっていう形になります。はい、なので、まあ、開封していくと、あとタンクも使うのかな。はい、で開封していくと、まあ、こんな感じでパーツが入ってて、ちょっとこれ袋開けちゃったんですけど、これがカウルのパーツですね。トップカウルと、アンダーカウルが、もう一体成型になったものになっております。こういう感じになってて、で、まあ、ここはちょっとね、あのこんな湯口になってる、バリになってるんですけど、これを左右を合体させるっていう形になります。合体させてっていう形になるんで、当然ね、これ真ん中にズバーンと、合わせ目が出るのと、ここにすっごい湯口があるので、この辺の処理をしてあげる必要があります。これは薄刃ニッパーで切ったらニッパーが折れそうなぐらいすごい湯口がついておりますが、はい、これを左右くっつけてカウルにしますという形になります。で、あと、こっちを見ていくと、ちょっと開けながら見ていきましょうかね。これがシートカウルですね。シートカウル、ここがシートになってて、これが後ろのカウルで、ここがマフラーの出口、中に一応チャンバーもモールドされてるという形になります。
これがこの後ろにつくパーツですね。こういう形でつくパーツになります。で、こっちが、メタルのパーツ、メタルのパーツ類ですね。よいしょ。ちょっとね、僕自身もね、メタル、バイクのトランスキットっていうのは今までちょっと組んだことがないので、まあ、実際どんな感じなのかなっていう不安はあるんですが、まあまあなんとかなるでしょう。でまあいろいろ入ってるんですけど、まずこの2つ、この2つがフレームですね。フレームのパーツになります。こう左右でここで合体する。合体して、この間にエンジンが入ってっていう形になるんですけど、これはね説明書にも書いてあるんですけど、あの抜きの関係で形状がまっすぐ、まっすぐというか、まあ、あの角度が違うんですよね。なので、これを左右を合体させた後に、ここの内側にキット、キットの方のプラの、エンジンハンガーとか、いろんなパーツ、スイングアームの固定のパーツとかかな、その辺のパーツをここに挟み込んで、ここの曲げを調整して、ここを組み合わせてあげるっていう形になるので、これはまたね後で接着してからその辺の作業をやっていくっていう形で進めていきます。これがフレームで、こっちがスイングアームですね。スイングアームを左右、この左右を接着してあげてっていう形になります。で接着してあげて、でおそらく、もうここに組み込まないとダメなのかな、この時点で。まあでもそこは多少グッと力かけてあげれば動いてくれるから大丈夫なのかな。多分ここにはまるんですけどね、ここにこうはまる感じになるんだと思うんですけど、こういう形になると思うんですけど、これはまあちょっと様子見ながらやっていきましょう。であとはこれがまあメーターパネルかな、メーターパネルとか、とトップブリッジ、ステアリングのトップブリッジで、これとこれが左右のハンドルとブレーキレバーとクラッチレバーですね。で、これがボトムブリッジですね。ボトムブリッジで、これがフロントのブレーキキャリパー、フロントのブレーキキャリパーで、これがフロントの、ショックの下、アクセルのところですねのパーツになります。ここにキャリパーがつくっていう形になりますね。で、こっちが、フロントのディスクブレーキ、フロントのディスクブレーキとそのカバーですね。これは何なんだ、これは何だ、 M18、これはなんじゃらほい、これは何、何、でこれはちょっとよくわかんない。あ、これはあれか、シートの後ろのここに、ここにつくやつですね。ここにつくパーツ、シートのクッションかな。はい。で次これが M11、 難しいな。 M11 M11、 でこっち、このパーツがこれが、ステップですね。ステップのパーツで、この2つがマフラーの出口のパーツですね。ここにつくマフラーの出口のパーツが2つ。
で結構ねパーツがあるんですよね。でこの M8 っていうこのパーツが、ステアリングダンパーの、パーツですね。ステアリングダンパーのパーツで、これがカウルステですね。この2つがカウルステで、これが、リアキャリパーですね、このブレーキのここにつく感じ、こういう感じでつくリアキャリパーになります。であとこの2つがねちょっとどこにつくのかがちょっとよくわからない感じなんだけど、おそらく、これはねこれはおそらくここにつくパーツですね。こういう感じでフレームの先っぽにこうつく感じで、でこの上に、このメーターがつく、こういう形になるんだと思います。これは、はい。であと、これなんか ECU みたいな感じの、これはどこにつくのだね。 M の16、これは湯口というかあれですね、使うのはこの先っぽだけですね。この先っぽが、フロントのブレーキキャリパーから出てるブレーキホースですね、になるそうです。ここに刺さるのかな。はい、なんでこれはこの先っぽだけ使うっていう感じみたいです。はい、で、まああとそれプラス、こっちにもまだ入ってて、これがバキュームフォームで作られてる、フロントのシールドですね。シールドのパーツになります。であとこっちが、フロントのフォークですね。アルミ削り出しのフロントフォークになります。であとエッチングパーツですねが入ってるっていう感じになってます。であとそれプラス、このデカールが入ってます。あのミスタードーナツのミスターヤムチャの、ロゴが入った、デカールになってます。こんな感じで、これライダーのヘルメットとかスーツとか、まあつなぎですね、つなぎとかのデカールも入ってるんですよ。デカールも入ってるんですけど、今回のこのあのナストロアズーロのキットにはライダーのフィギュアは入ってないんですよね。なんでまあフィギュアをライダーを再現しようと思ったら、別途用意してあげるっていう必要があります。はい、こんな感じ。これが一応、キットに、このトランスキットに入ってるパーツ群ですねになります。はい、でこっちのベースキットの方もね説明書かなと思ったんですけど、やっぱりね説明書を読み返せば読み返すほど使うパーツがほとんどないんですよね。なんで、まあ、説明しながら、制作しながらここがこう違ってっていう話をしながら組んでいくっていう感じでやっていこうかなと思います。まあ、こうやって見比べてもあんま変わらんぞあんまり変わらない気がしないでもないけど、ほとんど一緒やな。まあちょっとずつ形が違うっていう感じですね。まあ古いあの車両の方がねいろいろパーツが少なかったりっていうことはあるので、まあちょっと制作をしながら、こちらの紹介をしていこうと思います。基本的にこっちのパーツは使わない、もしくは使ったとしても切り刻むっていうパーツが多いので、その辺ちょっと説明をその都度しながらやっていこうと思います。はい、
なので、まあ、ちょっと今回はもう紹介だけ、にしようかなと思いますので、次回からは早速、このトランスキットの加工をしないといけないところを早速加工していく、まあ、これの左右くっつけて合わせ目加工、合わせ目を消したりとか、まあ、この辺の湯口の処理とか表面処理、パーティングラインとかもね結構あるので、その辺の処理をしたりっていう部分と、あとその他もろもろをやっていこうと思いますので、まあ、ちょっと僕自身ね、バイクのトランスキット初めてやるので、まあ、ちょっとたどたどしくなるとは思いますけれども、最後まできっちり作っていきますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。